どうもと一×羽生譲かけるのスイッチインタビュー EP1 がついに明日放送。貴重な練習を見学したどうもとはハブに何を問うのか日本国内のテレビ番組シーンにおいて異なる分野で活躍する二つの達人が一堂に会し深い対話を繰り広げる新たな番組スイッチインタビュー NHKE テレが10月6日から3週連続で放送されます。この特別版の第1回エピソードでは 歌手で俳優の堂本光一さんがプロフィギュアスケーターの羽生結弦さんにインタビュアーとして挑み、ハブさんの身体表現に迫ります。この対談は、通常のインタビュー番組とは異なり、ゲストとインタビュアーがスイッチを入れ替えながら、成功への道筋や独自の哲学について語り合うものです。そのため、視聴者には通常の対談番組では得られない独特の科学反応が楽しめるのが魅力です。 スイッチインタビュー、特別版の登場人物、堂本光一と羽生譲る。10月6日、13日、20日の3週連続で放送される特別版、スイッチインタビューでは、2つの異なる分野で活躍する達人たちが登場します。今回の特別版では、通常の日本構成の番組ではなく、EP1 から EP3 まで3週連続で放送され、堂本さんとハブさんの対談がじっくりと楽しめます。 EP1 堂本光一かける羽生結弦。最初のエピソードである10月6日の堂本光一かける羽生結弦では、堂本さんがインタビューアーとして登場し、羽生さんの身体表現に焦点を当てます。この対談は、堂本さんが自ら主演演出を務める舞台、ショックにおいて、様々なハードな表現に挑戦し続けている彼が、 同じく身体表現の限界を追求するハブさんに対して実現したものです。堂本さんのハブさんへのラブコール。この対談が実現する前日、堂本さんはハブさんの本拠地である仙台を訪れ、通常はほとんど公開されることのないハブさんの練習を見学しました。休憩を取らずに滑り続けるハブさんの姿に感銘を受けた堂本さんは、自身も舞台で体力の限界と向き合う経験から、 表現に関するディープな質問でハブさんに迫ります。生命の映像を通じての対話。また、番組では、2015年にハブさんが NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会で世界最高得点を記録したプログラム、生命の映像を振り返りながら、ハブさん自身の解説を行います。この中で、ハブさんは過去の自分をどのように評価しているのか、という興味深いテーマにも触れます。羽生譲る。 競技からプロへの転向。羽生ゆずさんは昨年、競技選手からプロに転向し、自ら演出するアイスショーで多くの人々を魅了しています。競技とプロの表現の違い、羽生さんが目指す理想像、美しく見せるための身体の使い方、細部へのこだわりなど、競技とエンターテイメントの両面で活躍する二人が交わる対談は、ファンにとって待ちに待った瞬間となることでしょう。番組情報と見逃し、配信について。 この特別版、スイッチインタビューの、どうもと光一×羽かけるる、エピソードは、NHKE テレにて10月6日から3週連続で金曜日の午後9時30分から10時まで放送されます。また、放送終了後は NHK プラスで見逃し、配信も予定されています。スイッチインタビューの特別版は、異なる分野で活躍する達人たちの深い対話を繰り広げる貴重な番組であり、特に、 どうもと高一かける譲るエピソードは身体表現を追求する二人の達人が交わる奥深い対談となることが期待されます。10月6日の初回放送をお見逃しなく、また NHK プラスでの見逃し配信も楽しみにしてください。